捨てたもんじゃねえこの人生。久しぶり。久しぶり。YouTube 撮ってるわけよ今。本当。出していいこれ。いいところに来ました。久しぶりにライブ見に来ましたよ。ありがとうね。キャンさん久しぶり。キャンさん久しぶり。もつのキャンさんです。YouTube に出してもいい？大丈夫ですよ。OK よろしく。ね早くもうライブができるようになったらいいね。よろしく。不幸せに。いや。皆さんこんにちは。ジョニー・ギノワンです。今日は僕は沖縄市にあるジグザグというところでライブがあるんですが、今日は今映っている山田バサラ君、はい、山田バサラです、ね、彼の主催で大交流会、はい、大交流会です。何回目？もういや何回目というかもう3年4年ぐらい続けてますね。毎月第4木曜日にやってます。僕も今日で3回目ぐらいだよね。あそうです、ね、ジョニーさんはもう年に1回もう親戚に会うような感じで、ありがとう、もう毎回参加していただいてありがとうございます。僕もね、なんか弟に会うような感じがして、はい、僕もニーニーに会うような感じで嬉しくなるんですよ。決して親子ではないよ。そうですね。本当そうですよね。ね、はい。で、今日は、はい、要するにバサラがメインだから、はい、で僕ゲストでしょ。はい、もう一人いるんだよね。福田康之君。福田康之君。はい。もう今で。超人気の今ねアーティストですよ。あ男前です。男前です。着替えしてさっきも男前だったけど今は僕の次ぐらいに男前になってそうですよ。皆さんよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。そして今日はこの、福田君の、ね、一緒に共演するお名前なんです。上条美希です。もう一回はね、上条美希です。上条美希さんね、はい、さっきねリハーサル聞かせてもらったんだけど、はい、とってもこ心が癒されて僕はね、僕の中のこの64年間の悪いものが全て今日なくなった、はい、浄化されたんだ。浄化された。どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、じゃあバサラ、はい、よろしくね。はい、時々、はい、撮ったりするけどいいか。全然構わないですよ。構わない、はい、で後で編集してやるから。いっぱい宣伝しましょう、ね、はい、よろしくお願いします。ないんですけど、そもそもですね、2年前ぐらいにちょっと自分で CD 出してみようかなみたいな、そういう流れがありましてですね、手作りの CD を、出させていただいたんですけれども、それで僕の胸でお休みして散る花も歌に揺れる悲しみと
ら困る冗談から恋できました。 T シャツ以外に最初に作ったやつですね、ウリヒャーデージナトン、こちらの方もよろしくお願いします。この CD も T シャツもベースというところでね売ってますのでね、 URL をこちらの方に貼り付けております。ぜひ皆さんお買い求めください。